1号艇の岡選手です。岡さん3日目から、はい、あれよあれよという間に6連勝なんですけれども、はい、エディについてちょっと一言まずまあ言うこともないですね、うん、はい、まあ、初日からもちろん良かったと思うんですけれども一層ごとにさらにさらに良くなってきているそんな感じで私は受けるんですが本人はどうでしょうか。うん、そうですね、まあ、ちょっと、アスリレースも違いますし、まあ、気温や湿気に合わせて微調整はしてるんですけど、まあ、その辺の方向性も、分かってるんで、まあ、レース集中して行くだけですかね、はい、もうピットボールでその辺も、もう別に問題ないし、はい、ただ一つ、まあ、ずっと私なんか取材してて気になってた部分というのは行き足は良すぎてスタートが難しいという、うん、そうですね、まあ、ちょっとかなり自分で溜めて起こしてるつもりでもね、ちょっと全速で行くとやっぱ切ってる感じになってるんで、まあそれよりちょっと溜めるっていうのはね、遅れるってことを考え、リスクを考えるとなかなかそこまで溜めきれないんで、まあ若干自分気持ち溜めてるんですけど、まああとはもう様子見ながら行ってても十分伸びてく足はあると思うんで、はい、まあ嬉しい悩みといえばそういう部分ではありますよね。まあそうですね、まあスタートに関しても、うん、まあ、全速で行く必要っていうか、そのタイミングが遅れないように、まあ様子見持って行ってもね、まあ胴体ならまあ多分伸び返す足あると思うんで、まあその辺すごい気持ちに余裕持ってレースできると思います。はい、わかりました、頑張ってください。はい、ありがとうございます。2号艇の浜村選手です。はい、浜村さん44号機ですが、はい、どこか気になるところはありますか。ずっと、まあ、初日が一番良かったんですけど、はい、回転がちょっと足りずに、うん、やっぱビット離れが悪かったんですけど、うん、まあ、今日の順位でやっとバッチリあったなって感じですね。なるほどね。もうこれであもう仕上がったという自分の中でそんな感じしますか。そうですね、はい、これで、まあ、前節の常滑から17走して全て行くなきゃにオール連帯ということですけれど、はい、やはり最近のやっぱりこう勢いというか、うん、どうでしょうか、どの辺に。まあやっぱりいいエンジン引いてるが大きいと思いますけどね。なるほど、はい、そして、まあ、2号艇ですけれども、はい、やはり基本はやっぱり2コースになるかなというそういう感じでしょうか。そうですね、はい、2コース1コーナーどういう斜面になるかという、まあ、相手次第にはなりますけれども、まあね、差しても届くぐらいの仕上がり自分の中でもういいや、ちょっとミスってくれたら届く足はあると思います、うん、はい、はい、わかりました、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。3号艇の山本選手です。山本さん、初日をもらった時の状態と順位をこの比較するとどのくらい良くなってますか。そうですね、まあ、だいぶ乗り足とか、うん、一瞬の出足とか良くなってると思います。はい、もうやった整備というのはどういうことでしょうか。まあ、ギアケース、うん、したぐらいですね、うん、はい、そしてあとはペラーシュー。そうですね、はい、今でいう順位の段階で言えばどの辺の足が一番自分の中では気に入ってるというか。まあ出足と行き足、そこですかね、はい、ね、そしてやはりこの16号機よく引き出せたなというそういう感じもありませんか。いや、まあ十分走ってくれてると思います、うん、はい、ピット離れその辺の部分はどうでしょうは、まあ全く問題ないんで、はい、大丈夫だと思います。まあ、3号艇やっぱりソロの参考戦かなという感じでしょうか。そうですね、まあ枠内で行きたいと思います。スタートですが自分の感と実際はどうでしょうか。いや、もう全然スタートが切れてないんで、はい、明日はちょっとエンジン的にやっぱりスタート行かないともう出番がなくなりそうなんで、スタートを何とかいいの行きたいと思います。はい、わかりました、期待しております。4号艇の北中選手です。北中さん、初日から、まあ、予選終わって順位を全て船券に絡んできてるんですけれども、どの辺の足がやっぱり自分の中でいいなという感じがしますか。バランス取れて、うん、前傾からぼちぼちいってるなと思ってたんですけど、うん、ちょっと伸び寄りになってきてるかなと思います。なるほどね、はい、そして初日でしたか、ピット離れがちょっと怪しい部分があると言ってたんですが、それは解消できましたか。ちょっと気になるとこあったんで、うん、それを早めに見つけられたので、うん、そこからはマシな感じするんですけどね。なるほどね、まあ、どちらかというと
伸び寄りかなという感じ。そうですね、あのそれ直してからは足的にも全体的にちょっと底を上げてきてるかなと思うんですけど、なるほど、はい、そして、まあ、今節を振り返りますと4コースを取った時にはすごく成績がいいんですね。4回4コースに入って2着1着1着1着ですからね。まあ、取ってるわけじゃないですけどね、番組が組んでくれてるんで、はい、たまたま、はい、これ、まあ、あの4号艇ですから、はい、おそらく角の4コースになる公算が強いんですが、はい、そうですね、戦いぶりが安さとしては、ああ4角からならば少し伸びていくよという、そういう感じじゃないでしょうか。全速でいけてるんですけど、タイミングがちょっと遅くなってるんで、うん、そこしっかり掴んで、なるほどね、はい、もう全速でタイミング1丸ぐらいいけば見せ場作れるよということですね。そうですね、まあ打ち次第になると思うんですけど、はい、わかりました、頑張ってください。はい、ありがとうございます。5号艇の清水選手です。清水さん、今週だとやっぱり苦労したシリーズでしたか。そうですね、もうかなり苦労しました。まあ、かなりなんかキャリーボディなんか何度も変えてということで、はい、それが準優、この時はかなり良くなってたんじゃないですか。まあね、優勝に乗れたんで、うん、まあ、あんまり悪い悪いって言ったら、ね、うんうん、あれなんで、まあ、あんまり僕の中では良くないんですけど、うん、まあ、なんとか間に合ったなという感じです。うん、まあ、伸びの方はもうある程度諦めて乗り心地手前の方の足に持ってきたのは、これが良かったということではないでしょうかね。そうですね、はい、そしてもうこれでよしというような感じですか。いやー、もう一つ整備したいなという、その辺の部分はどうでしょうか。本音はもうちょっともっともっと出したいんですけど、うん、もうやることはまあほとんどやってるんで、うん、あんまりこう上向くことがないから、うん、ちょっと難しいかもしれませんね、はい、ピット離れ含めて5号艇、まあ、5コースでいいですか。5コースでいいです。あ、まあ、特にあの北中選手が締めてくれれば、そうです、ね、展開があるかもしれませんからね。はい、わ、はい、かりました、はい、期待しております、はい、6号艇の今坂選手です。今坂さん、振り返りますと初日は、まあ、大外だったということもあるんですが、大きな着からのスタートでしたけれども、2日目ぐらいから立て直してきましたよね。そうですね、あのちょっとプロペラを叩き替えたら、うん、だいぶ感じが良くなってきました、うん、はい、そして、まあ、道中少し乗り心地の問題ということがあったと思うんですが、重要この時が良くなってたんじゃないですか。そうですね、まあもう少し船の向きが良くなればいいかなと思いました、うん、なるほどね、ということはその辺に余地があるということですね。まだ、はい、あのプロペラ調整の余地があると思います、はい、ピット離れその辺はどうですか。あの なぜか良くなってきましたね。なるほどね、はい、タイミング合えば6号ででもポンと出ていくぐらいのピット離れ、自分の中ではあるような気もしますけど、はい、まあ、6号でいいですけども、コースはやっぱピット離れ次第、大外6コースも確保しなければいけない、その辺はどうでしょうか。まあ、臨機応変に、あのダッシュスロー臨機応変に、はい、行きたいと思います。スタートは大体もう感はつかめてるでしょう。あのダッシュだったら大丈夫です。はい、わかりました、期待しております。はい、一生懸命頑張ります。